構今日忙しそうだなって見てて伺えるんですけど、はい、はい、そうなんです、ね、忙しい理由を今は、そうです、新商品が入ってきたので売り場に新しい商品を出してました。はい、結構入ってきたんですか、新商品。そうですね、10月11月ぐらいからもうドバッと冬物がたくさん入ってきて、売り場変更もかなりしてます。なるほど、だから忙しい。はい、そうですね。ここから結構年末までびっちり忙しい感じですか。ここからは商品を出すとかっていうよりかはお客様が結構来てくれる時期になると思うので、レジ対応ですとかラッピング対応が多分多くなるんじゃないかなと、そっちの忙しさが増えるんじゃないかなと思います。大変ですか。大変なんですけど、やっぱお客さんが買って喜んで行かれる顔を見るのはすごく嬉しいですね。電話した方がいい。そうです。ずっと入社してからずっとなんですけど、すごい素直なところはなんか一貫してずっとなので、そこが彼女のすごいいいところだなと思います。なんか嬉しいことは素直に喜ぶし、なんかこうミスした時とかはすごい素直に落ち込むし、でもなんかそういう素直な部分があるから、なんかなんていうんですかね、こう副店長になり、で来年からはもう店長なので、なんかすごいそういうそのあの人のいいところが生きてて今があるのかなっていうのはすごく思います。こんな画面でちょっとつけられたと思います。私がすごくいつもこうバタバタしちゃうので、でなんかこう抜けてるところとかをよくフォローしてくれます。なるほど、うん、店長これやっときましたとか、まだだったら私やりますかとか、なんか手伝いますかとか、なんかすごくそういう声をかけてくれるのが助かってます。どんな店長になってほしいとか、引き継ぎの時に意識してると思います。なんですかね、なんか絶対私がやってきたことを絶対にやってっていうのは違うと思うので、なんか私だったら結構こう怖い店長だったと思うんですけど、北沢はやっぱりこう持ち前の素直さというか柔らかい雰囲気のある子なので、なんかこうガラッと変わって優しい店長になってくれるんじゃないかなと思います。佐久間さんから見て北沢副店長はどういう人だという印象とかありますか。そうですね、一番思うのはかなり成長したなって思います。本当にすごく最初入ってきた時は一生懸命やってくれてるのはもちろんやってくれてたんですけど、優先順位の付け方とかっていうところで言うとちょっと不安な部分はあったんですけど、もう今やもうバリバリ指示だも出してくれますし、自分でいろいろプロジェクトというかで進めてくれる存在になってくれてますので、そこは、本当に頼もしいなっていうふうに思います。あとはなんていうかな、結構いろいろ挑戦してくれるなっていう感じするんですよ。 YouTube とかもそうですけど、あとバイヤーの仕事とかを任せた時もなんかやってみますって言ってくれるっていうか、でやってみながらこう覚えててくれるっていうところはすごく助かってるっていうか、なんかそれだから成長できるのかなっていう感じがしますね、今バイヤーっていうと
ょっと間もなくちょっとまた変更になってしまうんですが、食学科の部分を北澤さんに見てって言って試験を持って受験してくれたって感じなんですけど、それ以前が僕が担当してたんですが、そこでこう引き継ぎがあったんですが、そんなにそんなにこう綿密な打ち合わせをすることもちょっとできなくて、ですけどこうこれでいいですかって持ってきてくれたんですよ。その、一から全部教えてくださいっていう感じじゃなくて、こう考えてやってみたんですけど、これでいいですかっていう、話の仕方とか持ってきてくれて、来てくれたのは、その後もすごいスピードが速くなったので、そこは本当に助かったというか、これがあったからちゃんと、任せることができたなっていうところですね。一番思うのは、店長という肩書きになったからといって何か誰かに物を聞いちゃいけないとか質問しちゃいけないとかっていうことではないのが一番だと思うんですよね。なのでそこは今までと変わらずにというか、人も横の人のも下の人も協力してもらってというか使ってっていう言い方になるんですけど、そうやってやっていっていただけるのが一番いいかなって、それさえちゃんとできればあとはもう何も心配はないんじゃないですかね。はい、来年から店長です。あ、そうだ今から不安です。めちゃめちゃいいと思います。どう評価やっぱりいろんな店長を見てきてるのと、あとは何だろうな、コミュニケーションスキルが高い、言い方がソフト、笑顔も上手、だから、上から言うのとかはちょっと苦手なのかもしれない、そんなにそこまで多分求められてないんじゃないかな。ちゃんとそのみんな一人一人がやること分かってた、やること分かるてるように状況を作ってあげることもまあできると思う。いい感じだ。なるほど。キャリアについての考え方とか、最近はやっぱり役職に対しても結構なんだろうな、プレッシャーだったりとかね。でやっぱりなんかすごい抵抗を持つ人は抵抗を持っちゃう。でなんかやっぱりうちはそんなに何だろう、 いやいやはやってほしくないから何かそれを、役職変わることを選んだ人と選ばなかった人のなんかお話をこう動画にしたら、これからそのキャリアアップする人たちにとっていいのかなってちょっと思ったし、面白いです。それ面白いです。面白いです。はい、あ、今エプロンを壁にちょっとディスプレイしようかなと思って商品を出してました。なんか寂しいので、はい、ちなみにいろんな感じのこうあれですよ、あ、してますね。そうですね、事務所仕事ちょっとあったり、あとは売り場、ほぼ売り場で売り場の改善とか商品品出しとかがメインでやってます。はい、はい、はい、いろんなことに挑戦させてくれる会社なので、自分が成長できる場所ですね。あとは本当に雑貨が好きなので毎日ワクワクできる場所です。はい。